はい、皆さんこんにちは、カズエンドです。春のね、熱血甲子園大会の模様をお伝えしていきたいと思います。現在はですね、3月25日土曜日の8時でございます。で、私の順位は全体の1325位となっております。やっぱりね、土曜日週末ということで皆さんやられている方も多いのかなと思います。私はね、そんなにできていませんね。ちなみに今日はまだストーンを一つも使っていないという状態でございます。で、グループランキングは2位でございます。見ていきましょう。昨日ね、言っていた動画的に1位オネシャスっていう風にね、書いてくださっている方、この方に抜かれて今現在2位という方ですね。まあ競っているので、このような感じの順位になっております。で、まああと4時間後ですか、12時からはね、ストーンをどん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 割って5枚消費ができるということで、まあここからね、残り1日ぐらいですかが、もう本当に熾烈な順位争いになるのかなと思っております。この、グループランキングのね、下の方にいる方もここから一気に巻き返してくる可能性もあるので、まあ少しね、この順位を見つつ、3位以内でね、しっかりと、フィニッシュできるような感じで私はやっていこうかななんて思っております。まあ結構皆さんね、それぞれ順位を見ながらやっているのかなという感じがしております。で、本当にトップランカーの方はね、この中の、まあ、グループにはいないので、まあそこは本当に助かりましたね。なのでちょっと私もあんまりがっつりガーやると皆さんね、そういうのに触発されてね、ガーやられる方も多いかと思うんで、ちょっと様子を見ながらやっているという感じが、私の立ち回りでございます。で、全体ランキングを見ますと1300位ということで、まあまずまずかなと思っております。まあこれでね、明日の状況どうなるかわからないんですけど、まあ同じぐらいの順位をしっかりとキープしていけたらなーなんて考えています。まあ本当にもう1位の方とはね、もう全然スコアが離れてますね。はい、もうここはちょっと頑張ってもいけないなと思っております。いやー、まあ大変ですね。まあちょっとチケット2枚あるんでやっていこうかな。こういう時はですね、できる限りやっぱり、投手力の一番下ですね、低い相手を選ぶようにしています。まあ理由はね、しっかり打ってしっかり勝たないと、ポイントも少ないんで、そこはね、がっつりかね。まああと明日日曜日ですか、どのぐらいできるかっていうところがかなり不透明な部分が高くて、明日はちょっと丸々一日仕事なんですよ。企業様のね、紹介映像っていうんですか、を撮る仕事が入っていてですね、まあ一日撮影の仕事があるので、まあ空き時間にどのぐらいできるか、あとは帰ってから追い込みでガーやるっていう感じなので、ちょっと何とも言えないな。まあなのでね、本当に1位を目指すっていうよりも、しっかりと甲子園に行く、でまた PR のね、なるみくんですか、をいただけるように、しっかり3位以内でフィニッシュできるようにっていうところを一番に考えてプレーするのかなと思います。ちょっと際どい試合になってきた。よいしょ。やっぱね、パワーヒッター持ってるとね、ちょっと上を叩いても弾道が上がってくれますね。さあ打つよ。おー、上がってきた。いいですね。もう一試合じゃやろうかな。もう一試合お付き合いください。うわ、すごいね、この不調さ。まあ、どうしようかな。まあ、使ってみるか。こういうのも使ってみようか。まあ、こういうイベントの時でしかね、アイテムって使わないので、どんどんまあ、使っていこうかな、なんて思っています。うわ。よし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 。
頑張るぞ頑張るぞ。よし、えい、頑張るぜ。5回の表、先行チーム攻撃に入ります。うん、先頭バッターは柿沼。ナイスピッチゾーンがかなり広がりましたね。第2球。ゲイ。伸びのあるストレート。さあ、よいしょ。ただ試合に勝ってないっていうね。ここはなんとか追いつきたい。ツーアウトランナー二塁という場面で。ちょっとピッチャーがね、うまく作れなかったのか、ピッチャー弱いんですよね。このチーム、いやー勝てねえや。アイテム使ってこれっていうのがね、かなり悔しい。あー、しかも入んない。負けちゃいましたね。うん、まあしょうがないっす。はい、ということでね、まあギリギリまで頑張っていこうかなと思いますんで、皆さんもね一緒になって頑張っていけたら嬉しいです。で、最後に、まあ、これですか、春英のパワーアップが、もう残りね、1日と3時間となりました。まあ、短いということで、ここもね、まあ、私はもう9000点出してるんですけど、称号を獲得するために、ちょっと1万点目指した、プレイもしたいなぁなんて思っております。で、昨日ね、我々のところにミサさんが遊びに来てくれて、結構、4またいいんじゃないですかっていうアドバイスをくれたので、まあ、その4またでプレイしてみようかなと思っております。なんか、アキさんも動画上げてましたね。デッキで言うと、こういう感じでやろうと思ってます。うん。なので、このデッキで4またで1万点超えてもらえるような、うん、サクセスをちょっとやっていこうかなと思っていて、まあ、これもね、もし超えられたら動画で公開しようかなと思っています。うん。なので、ちょっと、応援してください。はい。という感じでですね。週末も。まあ、時間、空いた時間見ながらちょこちょことやっていきますんで。でね、やった際は動画にも上げていこうと思うんで、ぜひ、よろしくお願いします。という感じで、また動画でお会いいたしましょう。バイバイ。良い週末を。